陣するか。すでに勝ちは見えておる。囲まれちゃったね。海部城まで一時引きたいところじゃが、剣心の引き続き戦法を読まれたは我が不覚。命に変えても親方様の態度は開かれる。何としてもお守りする。それだけが勘助様の覚悟に報いる道だ。先の戦で柿崎の体を少しでも叩いておけば勘助様の助けになったやもしれん。ここまではたやすい。柵が破れた無念さから突っ込んでくるか。山本勘助、そこが知れたな。何とでも言うがいい。親方様を生かす。これが勘助最後の策よ。ここまではたやすい。Let's go.
自慢にならぬ。逃がさぬ宿敵。親方様、先をお急ぎください。わしは剣心を打ち払ってから参ります。まさきよ、無茶をするんじゃないよ。手錠際の悪い武田の悪行もここまでよ。兄上、どうか天下を。までが言ったというのか。ここは抜かせんぞ信玄。全身後頭挟み撃ちにしてくれるわ。正幸、ここは任せよ。親方様を頼んだぞ。ただつくとご無用。しつこい。上杉の意を借りるばかりの増兵が。真田の小手なる奴に受けた傷が。無理して剣心に当たっちゃダメだよ。今は引くのが先決じゃからね。秘策は二度は通じぬだろう。それでもその気は心地よい。闘争楽しまん。足止めも果たせず無念。そろそろ日が沈む頃は。夜は周りが見えにくい。気をつけな。OK。呼ばぬとは。あんまり逃げ捨てるが多すぎる。意外な気はなんで。無働きなど自慢にならん。一人二人では剣心を止められず。方々お願いいたします。すべて打ち払わん。親方様、剣心が迫っております。このまままっすぐお逃げください。どこのこと現れたのが運のつけよ。人間、覚悟。見えている。やはり伏兵を用意していたか。剣心、やることに札がないの。お見事にござった。天下の総統は王道の手だ。働きなど自慢にならん。信門様が襲われております。救援をお願いいたす。このままでは信門は。正幸、信門の救援に向かってくれぬか。はい、では先行いたします。剣心が迫っておりますが、ご用心ください。
将討ち取った。働きなど自慢にならぬ。間もなく海津城だ。海津城の兵と合流できれば巻き返せるはずだ。開門。よし、海津城が見えた。この二打を何としても運び込むのだ。焦るものか。この二打は上杉がいただく。ここまで来て足止めなどさせん。戦争を蹴散らしてくれる。日が落ちた。我らに残された時間はあまりない。見えているぞ。押されておるか。親方様、急ぎ城内へ。犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら反撃も。そう、じきに啄木鳥部隊が戻る。戦はこれからだよ。すでに勝ちは見えておる。楽させてもらうよ。
正幸、七月部隊と合流しておくれ。わしも本隊を率いて進む。承知しました。猿、親方様は我が軍の要、どうかご自重ください。かかっておる、無茶はせんよ。吉信、本陣の守りは任せたよ。命に代えたの本陣は守ります。大坂様らがおられるのはこの先だ。かようなところで手間取ってはおられぬ。急げ。見えているぞ。みんな、うろたえてはなりません。私が食い止めている間に撤退なさい。今日、撃ち取った。高坂様、親方様は無事でございます。急ぐ前進し、剣心を攻撃してください。など自慢にならぬ。善光寺周辺は先日の雨でぬかるみだらけ。ここへ逃がしたのも策のうちや。しまった、泥に足を取られて。これでは容易に追いつかれる。城を落とさぬと策は止められぬ。二田頭を倒すべきだ。見えている。片付いたか。これで敵の物資の積み出しが防ぐ。このままでは手柄を逃してしまいますぞ。剣心と合流し体制を立て直しましょう。貞光、ついてきなさい。武田軍は戦線が伸びきっておる。
本陣を吸収し、剣心公の退却を助けよ。させるか。父上に代わって本陣は守り通してみせる。笛を潜ませておったが、吉野部には荷が重いかもしれん。無働きなど自慢にならぬ。サイモン。さて決着と参ろうかね、剣心。待ちわびた。働きは心地よいが、決着は余人を交えぬのが よかろう。では続きと参ろうか。わし、かっこよすぎかのう。
敵将討ち取ってな。どうにか勝ったね正幸、見事な初陣じゃったよ。恐れ入ります。やってくれたね。この勝利が我らの王道を推し進めてくれるよ。正幸、おことの活躍も実に見事。おかん、恐れ入ります。おことも疲れておろう。今宵はゆっくり休むがよい。はは。正幸様、良い武器は良い品が入っております。良い出来です。
ご武運を。次の出陣は良きかな。素晴らしい。正幸、戻ったか。よくぞ無事で。勝頼様、ただいま戻りました。大層な激戦だったと聞く。まさか信重叔父上や勘助まで。はい。だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。滅相もありません。それこそモノノフの本懐であるはず。正幸、この犠牲もまた親方様の王道の礎なれば。無理をするな、正幸。人が死んで悲しいのは当たり前だ。戦が続く限りこのような悲しみは絶えぬ。父上には一日も早く天下を取っていただかねばな。はい。そうして大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。勝頼様、
正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守って行かねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。これそうだな、命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を必ず生き抜いてみせる。第二章、盟友。正幸の初陣から8年。武田、北条、今川、この三つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。折しも武田家では今川派であった信玄の嫡男慶喜が謀反の疑いで幽閉され、間もなく命を落とす事件が発生。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。いい商品が入ってますぜ。また来てください。良い武器は良い手、良い品が入っております。商品が入ってますぜ。
前通り。また来てください。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。ご武運を。お助けを。最高です。正幸様、
いかがした？豊作。
助けてください。承知した。嬉しい。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。釣り日和じゃ。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。できましたぜ。また来てください。嬉しい。今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。慶喜様のことをお考えで。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が。慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた、そうお考えですか。
バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことがあるはず。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。正行、どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をお支えすること。さように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正行。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい。兄上や虎正らを失った痛手は大きい。なればこそ策のふるいがいがあるという。お前は全く頼りにしている。はは。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。正行様、お役目ですかな。正行様。豊作。勝頼様がお見えになっています。我らにもお声掛けくださいました。そうか。兄君を失われておつらいでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はどゆえあって遠くへ行かれたので。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああそうだな、雪村。
さゆき様。あらあら父上、見つかってしまいました。武家の娘があまり気安く外を出歩くものではないぞ。屋敷に閉じこもっていては気詰まりですもの。城下も賑やかになり楽しいです。仕方のないやつだ。信行と雪村の面倒も見てやってくれよ。私などが口を出さずとも、あの子たちは日々早く父上のお役に立ちたいと願っているようですね。子供は子供らしくしていればよい。ではそのように言ってあげてください。そのうちに。素晴らしい。